アップル iPad 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 は、アップルが開発、販売しているタブレット型コンピューターで、iPad シリーズの第4世代にあたる機種。iPad シリーズの第1世代にあたる機種及び同時に、発表された第1世代 iPad Mi に特別するため、アップルは、iPad レティナディスプレイモデルの名称を用いていた。なお、2013年発売の iPad Air 以降、 および iPad mini 以降のモデルもレティナディスプレイが採用されている。iPad シリーズの4代目の製品で2012年10月23日にサンのゼで開催されたイベントで iPad mini と同時に発表された。第3世代モデル発表からわずか約7ヶ月と異例の速さでこのモデルが発表された。第3世代モデルの後継機種で最大の変更点はコネクターを 従来の30ピンドックコネクタから iPhone をより採用されたライトニングコネクタへの変更である。これに合わせる形でオプションのカメラコネクションキットもライトニング対応型が発売される。CPU も Apple A5X から Apple A6X に変更され iPad と比べてグラフィックパフォーマンスが2倍の速度になった。また、 全面カメラの解像度が120万画素に向上、HD の 720p 動画撮影にも対応している。ストレージ容量は当初は従来機種と同様に 64GB までの3種類だったが、2013年2月に 128GB モデルが追加される。その他のスペックは9.7インチのディスプレイなど変化はしていない。日本での販売チャンネルも 第3世代モデルのソフトバンクのみの取り扱いから、本機種より 4S 以降の iPhone と同じく au でも取り扱いを開始することとなった。LTE は第3世代モデルでは北米のみ対応だったが、このモデルではグローバル対応となり、日本で発売されるモデル A1460 は、バンズ1、3、5、13、25に対応している。日本では、 ソフトバンクのソフトバンク 4GLTE、AU の AU4GLTE に対応する。また、3G 回線についてもソフトバンクは、プラチナバンドやハスパ、AU は、ウィンハイスピードに対応する。初期搭載 OS は、iOS6 で、iOS10 までサポートが継続された。2017年に開催された、WWDC2017 で発表された、iOS11 では、 サポート対象外となった。販売当初から2013年5月30日まで2013年5月31日。現在、ありがとうございます。